人間天頭は、甲虫目天ム虫カに分類される昆虫の一種。日本にはもともと分布していない外来種。中央アメリカを原産地とする。アメリカ合衆国、カナダ・オンタリオ州。日本に輸入分布する。体長6から8.5ミリメートル。同族の在来種である二重屋星天頭に似ているが、斑紋は8つしかない。豆科の植物を食べる。松本らは、主に鞘人間。 ベニバナインゲン、小豆、大豆が食害の対象となっていたと報告している。ポディサスマキュリベントリスに襲われる、インゲンテントウの幼虫1997年に、あった北海道大学の大学院生からの見慣れない、テントウムシがいるという連絡によって、初めて日本での存在が確認された。その後、1994年に、長野県で採集された標本が本種であることが、 判明し、1990年代半ばにはすでに日本に侵入していたものと予想されている。今のところ定着が確認されているのは、長野県と山梨県の2県だけであり、標高500メートルから1500メートルの地域に限られる。分布が拡大しない理由として、本州に寄生する蜂の存在が挙げられている。在来種の大荷ウやントウが年一近であるのに、対して、 本種は年2課であり、規制8の活動が活発化したとの指摘もある。また、2霊用中から4霊用中の期間は高温に弱く、27度以上では産卵や発育が阻害される。日本生態学会により、日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。ありがとうございます。